今日は、水曜日、ミートボッホです。今日から単語自分の練習にもなるし、少しなんか気になるなって人のためにドイツ語をちょくちょく入れていこうかなって思います。ということで水曜日はミートボッホ、ミートボッホです。俺も詳しくはよくわかんないけど、今から買い出しに行ってきます。行ってきます。買い物終わりました。買いました。帰ります。家に。はい、今買い出しから帰ってきました。で、昼はきなこ餅を作ろうと思います。いや、白飛びがえぐいな。きなこの部分完成しました。はい、そしたら沸騰したお湯の中にお餅を入れます。火を止めて8分ですね。8分、このまま待ちます。待ちます。はい、きなこ餅完成しました。美容院に着きました。髪切っていきます。今髪切り終わりました。やっぱこんぐらい短い方が楽だし、俺はこんぐらい短い方が好きですね。今から、家の方に帰って準備して、自主練の方に行こうと思います。今美容院から帰ってきて、今からボール蹴りに行こうかなって思ってたんですけど、友達が、一緒にボール蹴りに行こうと、LINE をくれたので一緒に行きたいと思います。時間が、6時からということで、まだまだ時間があるので、どうしようかなって思ったんですけど、練習してからやろうと思ってた、編集と、まだね、編集終わりきってないんで、編集と、で、あとドイツ語の勉強をね、先にしちゃおうかなって思います。Hello, alles gut? Gut bei dir? Gut, danke schön, danke schön. あ、そうそう、danke schön, danke schön も、ウムラウトがつくんで、シェーンの、オーウムラウトだから、シェーンなんだけど、オーの口で A で発音するらしい。danke schön。この発音でやるのが、ドイツ語らしいものなんですよね。Wie heißt du?Ich bin Tender. Woher kommst du? Ich komme aus Japan. A, B, C, D, E, F, G. H, I, J, K, L, M, N. O, P, Q, L, S, D, U. V, W, X, Y, Z. 難くないですかこれ。最後難くないですか。 V, W, X, Y, Z が V, W, X, Y, Z。 今はとりあえずあっち行った時に、まず最初の一言を何かを発せれるようにフレーズで覚えてますね。Ich möchte einen Stadtplan. Kann ich mit dieser Kreditkarte bezahlen? Der Montag, der Dienstag, der Mittwoch, der Donnerstag, der Freitag, der Samstag, der Sonntag. まあ、タックが最後につくんだけど、あと、der とかね、監視っていうものがドイツ語の単語には最初につくんですよ。男性名詞、女性名詞で分かれてて、すごく覚えづらいです。わかんないっす。けど、これも覚えないといけないですね。
ちょっと遅くなっちゃったんで、夕飯はね、買ってきました。刺身食いたくなって、お刺身作りとブロッコリーのごま和えを買ってきました。ブロッコリーはほんとね、いつ食べても体にいいんで。いただきます。はい、皆さん。実は、このゴールドキウイ、皮ごと食べれるってご存知でしょうか？まあ、ご存知でしょうね。まあ、僕より頭いい人ばっかだと思うんで、説明不要だとは思うんですけど、ゴールドキウイはね、皮ごと食べれます。やっぱり栄養が豊富なので、少しね、水洗いして、まあ、グリーンキウイとかはここの毛がね、気になると思うんで、まあ、もちろんこれも水洗いをして、で、その毛が気になる場合は、軽く水洗いしながら擦ったり、ラップとかでね、擦るとその毛が落ちて食べやすくなるので、ぜひ皮ごと食べてみてください。